テレビアニメ化が決定している。蜂追って、それはないでしょう。より、PV 第1弾が公開された。テレビアニメ化が決定している。蜂追って、蜂追って、それはないでしょう。より、PV 第1弾が公開された。小説投稿サイト、小説家になろうで3億5000万回以上読まれた。YA さんによる人気小説を原作としたテレビアニメ。平凡な若手商社マン一宮慎吾が突如貧乏貴族の蜂をレンデリンとして異世界に転生するというストーリーだ。RR 2020年放送決定のテレビアニメ蜂追って、それはないでしょう。キービジュアル第1弾ティザー PV 到着。テレビアニメ化にあたっては監督を三浦達夫さん、シリーズ構成を宮本武さん、キャラクターデザインを田辺健二さんが務め、アニメーション制作を新鋭動画シナジー SP が担当する。PV 第1弾が公開。今回公開された PV 第1弾では主人公であるレンデリン役の榎木淳弥さん、数奇教の孫娘エリーゼ役の西飛鳥さん、憲法師範を務める陪審家の三女ルイーゼ役の三浦優奈さん、槍術指南役を務める陪審家の三女イーナ役の小松美香子さん、軍務教の義理娘ギルマ役の MAO さんの声を聞くことができる。コラボショップ情報。また漫画アニメのオリジナルグッズを販売する通販サイトアムニバスを運営する株式会社アルマビアンカが、蜂追ってそれはないでしょうのコラボショップを2020年2月8日土曜日から2月24日月祝の期間、東京秋葉原のアミアミ秋葉原ラジオ会館店にてオープンする。人気イラストレーター藤チョコさんによる原作小説のイラストを使用した新商品などが販売される予定だ。開催概要、蜂追ってそれはないでしょう。ポップアップショップインアミアミ秋葉原ラジオ会館店開催期間、2020年2月8日土曜日から2月24日月祝開催場所、アミアミ秋葉原ラジオ会館店所在地東京都千代田区外神田1-15-16。秋葉原クリエイティブ RPG とは、ユーザーが考えたキャラクターや物語がクリエイターによって作品化され、ゲームが進行していくブラウザゲームだ。今回のコラボでは、ユーザーが作ったオリジナルキャラクターが、本作の主人公ベンデリンと共に冒険をする。詳細はコラボ特設サイトにてご確認いただきたい。作品情報、テレビアニメ、蜂追って、それはないでしょう。放送情報、2020年4月放送開始予定。スタッフ、原作、YA、MF ブックス角川館。キャラクター原案、藤チョコ。監督、三浦達夫。シリーズ構成、宮本武。キャラクター、平凡な若手商社マン一宮慎吾が突如貧乏貴族の蜂をレンデリンとして異世界に転生するというストーリーだ。豪華、スラワプロ。音楽、カテリーナ古楽合奏団。RR 2020年放送決定のテレビアニメ蜂追ってそれはないでしょう。キービジュアル第1弾ティザー PV 到着。テレビアニメ化にあたっては、監督を三浦達夫さん、シリーズ構成を宮本武さん、キャラクターデザインを田辺健二さんが務め、アニメーション制作を新鋭動画、シナジー SP が担当する。PV 第1弾が公開。今回公開された PV 第1弾では、主人公であるレンデリン役の榎木淳弥さん、数奇教の孫娘エリーゼ役の西飛鳥さん、憲法師範を務める陪審家の三女ルイーゼ役の三浦優奈さん、槍術指南役を務める陪審家の三女イーナ役の小松美香子さん、軍務教の義理娘ビルマ役の MAO さんの声を聞くことができる。クリエイティブ RPG とは、ユーザーが考えたキャラクターや物語がクリエイターによって作品化され、ゲームが進行していくブラウザゲームだ。
今回のコラボでは、ユーザーが作ったオリジナルキャラクターが、本作の主人公ベンダリンと共に冒険をする。コラボショップ情報、また、漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する通販サイト、アムニバスを運営する株式会社アルマビアンカが、ハチオって、それはないでしょう。のコラボショップを、2020年2月8日、土曜日から2月24日、月祝の期間、東京・秋葉原のアミアミ秋葉原ラジオ会館店にてオープンする。人気イラストレーター藤チョコさんによる原作小説のイラストを使用した新商品などが販売される予定だ。開催概要、ハチオって、それはないでしょう。ポップアップショップインアミアミ秋葉原ラジオ会館展開催期間、2020年2月8日土曜日から2月24日月祝開催場所、アミアミ秋葉原ラジオ会館展所在地、東京都千代田区外神田1の15。詳細はコラボ特設サイトにてご確認いただきたい。作品情報、テレビアニメ、ハチオって、それはないでしょう。放送情報、2020年4月放送開始予定。スタッフ、原作、YA、MF ブックス角川館。キャラクター原案、監督、三浦達夫。シリーズ構成、キャラクターデザイン、田辺賢治。音響監督、菊池浩一。音響制作、グルーヴ。